こんにちは。マサランマサランです。今日は、じゃん、アフリを食べてきたいと思います。でもその前に、野菜を取らなくちゃいけないので、よいしょ。うちで取れたきゅうりで、ちょっとここが、虫食に食われたところがあったんでカットして、こいつとこれはきゅうりと梅流しをやった時の残った食べきれなかった大根と梅干しのカスと、あと少し麹味噌が入った甘くないスムージーです。これから食べていきたいと、まずは野菜思います。いただきます。ほらこれあと、よいしょ、いただきます。あ、美味しいかもこれ。ちょっとまだ梅の酸味がこう大根に染みていて、それが爽やかな感じです、うん、うまいうまい。梅干しの種まで砕いちゃったみたい。甘い。2個食べようと思ったけど腹が膨れてきたんで1個にします。これまた今度、いや、これにチャレンジします。お湯入れて、中身はこんな感じです、お湯を入れてきました。こんな感じでです。お湯を入れた瞬間にふわーっと柚子のいい香りがします。で、何分や、ちょっと時間をまた置いて、多分3分ぐらいだと思うんで、はい、パパーコベ、はい、3分経ちました。剥がれた。新覚醒香り油、これを入れていくみたいです。じゃじゃん、なんか汁がなくなったな。よし、じゃあいただきます。ちょっと混ぜていきます。なんか2個食べれそうな気もしてきた。そんなに多くないな。混ぜたら具がどっか行っちゃいましたね。こんな感じでちょっとあっさりした、ちょっと透明感のあるこうスープですね。ちょっと飲んでみます。あ、そのままでも結構
ピリピリっとした辛さがあります。あ、でも、このスープがあっさりして美味しいです。では、中入れとくの。やだな、辛いかな、これ。いやー、うまかです。怪しい、怪しい色の赤さ、すごいな。混ぜ混ぜして、では再びいただきます。傘が見えないね。見えないね。見えないね。こんな感じ。これは鶏肉が入って、まあ鶏もねって感じの。なんか全体に柚子、赤い柚子胡椒って感じの。おそばじゃない。そばみたいな。麺がお蕎麦みたいな色がついてます。って持った方がいい。では、いただきます。熱い。これすすったらいかんかも。でも美味しい。あっさりしてるから2杯いけそうな気がした。どうだろう。いただきます。あ、おいしい。あ、これはあっさりしておいしいです。私みたいな年寄り向きかもしれん。お蕎麦に似ている。お蕎麦って書いてある？お蕎麦って書いてない。よくわかんない。あ、山椒も入ってるみたいですね。山椒よりも柚子の方が強い感じ。鶏肉入ってました。あ、でもお腹に溜まってきた。やっぱり2つ無理か。麺はなくなっちゃった。ちょっと冷まさないかな。あ、これは食べやすい。でもしょっぱいな。お腹がいっぱいで汗かく。
身が。ちょっと冷まします。ちょっと冷まして飲みます。ちょっと冷めてきたんで飲んでいきたいと思います、うん、完食。スープは辛みがちょっとあってすっきりしたこう酸味もあって最後まで飲むことができました。という感じで、なんかちょっと癖はあんまり強くないんで、もうちょっと癖がある味があるとトモヤンコみたいな感じ、もうちょっと酸味があったら、そんな感じです。夏にぴったりな感じです。ぜひ見つけたら、試してみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。